皆さんこんこにちは今日は、えー、家庭菜園ナスとナスとピーマンを植えていきたいと思います、えー、使用するプランターはこちらになります結構深めの大きいプランターですはいじゃあ早速植えていきます はい。それではまず、茄子から植えていきたいと思います。えー、茄子をですね、あの、成功させるポイントなんですけど、あの、3つあります。まずですね、えー、長茄子か小茄子を選ぶようにしてください。こういったあの、プランターに植える場合は、えー、土の容量が限られておりますので、実が大きくなる長茄子よりも、えっ、ー、と、中ぐらいの茄子とか小茄子が、えー、おすすめです。 そしてナスはですは、ね、野菜の中でも特にあの肥料と水が大好きですので、えー、っと実がつき始めたら2週間に1回追肥を、えー、忘れないようにしてくださいそしてです、ねえー、っとベランダなどで栽培する場合は、えー、害虫が、えー、来ますので肌に対策をしっかりするようにしてください水やりの際にこうシャワー状にしてです、ね、歯の裏側についている虫をこうな洗い落とすような感じにすれば良いかなと思います そして、えー、奥に植えているのはピーマンです。ピーマンの成功のポイントも3つありまして、えー、とまず1つ目ですね。3本仕立てで日当たりと、えー、風通しを良くすることが、えー、大事だそうです、えー。私も昨年度育ててみたんですけれどもあの、結構葉っぱが生い茂ったりしてきますので、あの風通しが悪くなってきます。 そのために、えー、と下の方はですね、しっかり脇芽を取ってですねあの、上に伸ばすようにするのが、えー、いいんじゃないかなと思いますのでしっかりと風通しを良くするような工夫をされてみてください。そしてコンテナ栽培ですねこういったプランターで栽培する場合はやはり先ほどのなすと一緒で肥料切れと水切れに注意をすることが大切です。 えっと、夏場は結構乾燥もしてきますのでしっかり水やりをするようにしてくださいそして3つ目です昨年度私も育てたんですけれども結構実がなりますなのでもうちょっと大きくなってから収穫すればいいんじゃないかなっていうふうに思うんではなくてこまめに実を摘み取ってですね そうすれば次々と実をつけてくるので長期間楽しめることができるかなと思います。えー、収穫は多分あの7月8月ぐらいにはなるかと思うんですけれども秋ぐらいまであの私収穫できましたのでぜひ皆さんもですねしっかりとやってみてください。最後にこのような感じで支柱を立てて誘引をしていきます。はい、というわけで 今回はナスとピーマンの植え付けを行いました、えー、また成長については、えー、今後の動画で紹介をしていきたいと思いますので是非ご視聴ください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。